皆さんこんにちは。SMAP解散で裏切り者とレッテルを貼られ戦犯扱いされた木村拓哉さん。木村拓哉さんの今後の行方も気になるところですが、今回は木村拓哉さんの原点である家族や生い立ちについて深掘りしていきたいと思います。あまり話題に上がることはありませんが、木村拓哉さんの父親はどんな人なのでしょうか。なぜかは分かりませんが、現在は別居生活のいわゆる卒婚状態だという木村拓哉さんのご両親。父木村英夫さんは現在73歳で、過去にはファンの間では有名だったレストランラポニータを東京と千葉で経営していたと言われていました。現在は何年か前に体調を崩したことを理由にレストランを閉店しました。このラポニータを営業している時期に株式会社川島インターナショナルとして1996年に木村拓哉さんの写真集「木村拓哉」を独断で販売して話題にもなりました。それ一つで木村拓哉さんの写真集などのグッズ販売は終了しましたが、結構このグッズ販売には当時ジャニーズ事務所とも揉めたようです。木村拓哉さんのお母さんのお名前は木村雅子さんと言います。講演会なども積極的に行っていることでも有名なのですが、現在でもお化粧品のアムウェイでかなりの地位にいるらしく、自身も過去のインタビューで「最近のお気に入りはアムウェイで全て揃えている」と公然と答えるくらい、結構積極的にそちらのネットワークビジネスでも活躍しているようです。先に述べた講演会での内容でも相当のめり込んだスピリチュアル系の話が多いらしく、何でも自然回帰の重要性とかで宇宙神とやらの聞いたことのない信仰者と一般財団法人を作るなど、これまた本格的な宗教家の一面もあるようです。現在母親と木村拓哉さんは嫁の工藤静香さんと結婚したあたりから、当時結婚反対をしたのがきっかけで疎遠になっていると言われています。木村拓哉さんの兄弟は弟が1人います。お名前を木村俊作さんと言います。1979年生まれで、木村拓哉さんより7歳も年下の兄弟です。一時かなり話題になりました。というのも木村俊作さんはアメフト選手として有名だからです。高校から大学とがっつりアメフト部に所属して選手として活躍していました。しかも木村俊作さんとされる画像を見ると、スキンヘッドでガタイもがっちりしています。お顔を見るとどことなく木村拓哉さんの面影はありますが、あまりにもギャップがあり、言われないと兄弟だと気づく人はいないのではないでしょうか。大学卒業後は実業団にまで入社して、ドイツ開催のアメフトワールドカップにも日本代表で出場したとのことです。ちなみに名前が俊作なので、呼び名がキム作と呼ばれているそうです。そして驚きなのが、アメフト選手でありながらデザイナーを両立していた木村俊作さんは2003年にシュイップシンパシーという名のお店を渋谷店にオープンさせました。ちなみにすでに結婚しているそうです。ここからは木村拓哉さんの生い立ちに触れてみたいと思います。木村拓哉さんはおそらく父の仕事の関係で転勤族だったのでしょう。以前テレビ番組で言っていましたが、大阪箕面市で3歳くらいまで住んでいたとしています。その後現在の実家である千葉県に移り住んだようで、木村拓哉さんが代々木高校に入学するまで千葉市のケミ川浜にある公団アパートに住んでいたとのことです。その後マンションに引っ越し、一軒家の現在の実家に移り住んだようです。結構父の英夫さんが厳しかったこともあってか、教育方針はかなり体育会系だったようで、木村拓哉さんが芸能界入りする時も父親が大反対したそうです。ちなみに木村拓哉さんの叔母が勝手にジャニーズ事務所に写真を送ったという話は有名です。そして有名になってから出ましたが、中学時代には結構ないじめにも遭っていたというのは話もあります。すでに中学3年でジャニーズ事務所に合格して芸能活動を始めた木村拓哉さんは、やはり当時目立つ存在だったのでしょう。嫉妬心からかヤンキーらに結構殴る蹴るなどの壮絶ないじめに遭っていたそうです。そんな時母の雅子さんは学校に毎日送り迎えして直談判を何度もしたと言われています。そうして守ってくれた母と現在では嫁との対立で疎遠になっているというのもなんだか寂しいことと言えます。今や2人の娘のパパでもある木村拓哉さん、2人の娘さんは今やもう手元を離れており、ご自身の両親との関わり方も今後少し変わってくるかもしれません。そんな木村拓哉一家に不穏な噂がささやかれています。2000年に木村拓哉さんが工藤静香さんと結婚したことを発表し、当時のニュースに驚いた人も多いかと思います。そんな木村拓哉さんと工藤静香さんには長女の心美さんと次女の幸輝さんが誕生し、夫婦生活も順調のように見えます。しかし噂では木村拓哉さんと工藤静香さんは別居していて離婚秒読みとも言われています。他にも夫婦仲は最悪と言われており、果たしてその噂が本当なのか迫ってみたいと思います。2019年1月3日に発売された「週刊文春」によると、木村拓哉さんと工藤静香さんは家庭内別居状態であるということが報じられていました。ただ2023年現在、木村夫妻が別居しているという情報はありません。木村拓哉さんと工藤静香さんの別居が噂された理由については3つあります。1つ目は工藤静香さんの実家の画像をアップしたという出来事がありました。工藤静香さんは2015年2月8日に放送された「ライブモンスター」に出演し、この時家のリビングと思われる画像を紹介していました。番組内で紹介した画像は工藤静香さんがインスタグラムでも紹介していたものになっています。しかし工藤静香さんはなぜかインスタグラムにアップしたリビングの画像を削除していました。その理由として、工藤静香さんがアップした画像が工藤静香さんの実家の画像と推測されたためです。実家にいることが噂されると、やはり夫婦仲が良くないように見えてしまいます。本当に実家かどうかは不明ではあるものの、噂が広まる前に削除したことで余計に離婚の噂となってしまったのかもしれません。2つ目は娘の芸能活動で意見が対立しているという話があります。2023年現在、木村夫妻の子供である心美さんと幸輝さんはどちらも芸能界で活躍しています。しかし当時木村拓哉さんは娘さんの芸能活動には反対していたとのことです。また木村拓哉さんはSMAPを解散してから実はハリウッドの進出を考えていたそうです。しかしその時ちょうど次女の幸輝さんが芸能界で活躍するようになりました。そのため木村拓哉さんからすると、娘が芸能活動に踏み切ったことで自身のハリウッド進出はなくなってしまったことになります。さらに当時の木村拓哉さんはメディアで家族の話をすることはありませんでした。もちろん家族の話をしない仲が悪いというわけではなかったと思いますが、いろいろな情報が錯綜したためこのような噂となったのではないでしょうか。3つ目は木村拓哉さんが家庭内で孤立しているという噂があります。木村拓哉さんと工藤静香さん夫婦にはお子さんが2人いて、どちらも女の子です。工藤静香さんは2人の娘さんとフランス語や英語で話すこともあり、木村拓哉さんが孤立していると噂されるようになりました。さらにお子さんがどちらも女の子ということもあり、家庭内で男性は木村拓哉さんのみです。女の子は年齢を重ねるにつれ父親との接し方が変化する家庭もあります。こういったことから木村拓哉さんが家庭内で孤立しているという噂が広まるようになりました。木村拓哉さんと工藤静香さんは家庭内別居していることから離婚秒読みや夫婦仲が最悪とも噂されています。しかし木村拓哉さんと工藤静香さんの夫婦仲は最悪で離婚秒読みということはなさそうです。その理由としていろいろな情報を調べたところ、次のようなものがありました。毎年恒例の新年会には一家は揃って出席していた。木村拓哉は娘と食事に行くこともある。親子関係はもちろん夫婦関係も良好である。確かに本当に仲が悪いのであれば一家で出かけることはまずないでしょう。新年会にもしっかり出席していたことから、離婚秒読みで夫婦仲が悪いというのはデマと考えて良いかと思います。しかしそんな中、2023年4月11日工藤静香さんが自身のインスタグラムを更新しました。愛犬のゲト君に吠えられる動画を投稿し、ネットをざわつかせているといいます。この日2本の動画を投稿した工藤静香さんは2本目の動画で、木村家で飼っている大型犬のオーストラリアンラブラデュードルのゲト君とウッドデッキに寝転び戯れていました。ファンはこの様子を見て、元彼の x ジャパン Yoshiki と未だに連絡を取っていることをばらされ、離婚危機が報じられている工藤静香さんだけに、夫に逃げられそうな状況を象徴しているかのようにも見えるというのです。離婚危機説を報じた「フライデー」は、木村拓哉さんが主演する月9ドラマ「風間功や教場ゼロ」が放送スタートする前に離婚を発表する可能性があるとしていました。しかしそれは回避されましたが、ドラマの最終回を放送した後で電撃発表に至る可能性も捨てきれないとしています。いかがだったでしょうか。今回は木村拓哉さんの家族や生い立ちについて深掘りしてきました。芸能人ということで、やはり不仲などの情報から離婚や別居はどうしても噂されてしまうかと思います。しかし木村拓哉さんは一度工藤静香さんとのツーショット写真をアップし、2人のお子さんも誕生日などには家族で写っている写真をアップしています。工藤静香さんと木村拓哉さんはどちらも芸能人なので、誕生日など仕事があることもあるでしょう。しかしそういった時でも必ず家族で一緒にいることを大切にしているのであれば、離婚や夫、仲が悪いとは考えにくいかと思います。さらに木村拓哉さんは中学生の時から工藤静香さんのファンです。家庭内別居の報道や夫婦仲が最悪との噂が事実だとしても、これらの行動からデマで離婚になる可能性は低いのではないかと思われます。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。